この辺は、うん、そうですね、この辺も同じく、まあ、慎重にこう滑らないか確認しながらですとかいう感じです。下焼けは、まあそうですね、なるべくやっぱりあの沢の水に浸からないで、なるべく浸かってる時間を短くしていきました。で、枝に頭をぶつける、まあ、これはヘルメットしてたのでそんなにあの被害多くなかったんですけど、あと植物のトゲ、まあ、これはもしトゲのある植物あったら後ろの人にトゲあるよみたいなこと言ったりして対処しました。捻挫、これいたの？捻挫はまあそんなに大きな捻挫は今回なかったようです。誰かあった？いや、捻挫軽くひねったぐらい。あだそうです。で、じゃあこれか、睡眠不足、これはまあ、寝ることで対処できると思います。しょうがないです。これは地図読みはもう少し、そうですね、回数増やすんだったら増やすこともできたのかなと思います。